べっぷりいいですね、リミさん。もう4皿目だ。リミいつも早いんだよね、スシロー来るとね、うん、一気に食べて一気にお腹いっぱいになっちゃうんだよね。あれ頼んでみようか。こだわり手羽から揚げってやつ。普通調子。これみんなで食べてみよう。頼む？頼んじゃおうか、一気に。うどん待ち。来ないね。え、そんな混んでなかったのにね。うん。おーすごいね、リミちゃんの食欲爆裂ですね。あ、担々麺来た。なんだ、私のさ、うどんかと思った。開けてください。いきます。うん、あ、こんなんなんだね。汁がないんだ。これがなんか本格担々麺っていうやつです。初めてだよね、スシローで担々麺ってなかったのに。いいよ、イカ食べな。すごいね、リミちゃんの食欲が止まりません。ありがとう。オープンザファイヤだって。パパ、リミみたい。どうやってやるんだろう。これ乗せる、乗せてごらん。リミちゃん乗せて。おー、すごい。めっちゃ光ってる。また倒れそう、倒れそう。すごいよ、光ってる。でもじゃあちょっとすすが、あれストローさして染め風にしてみましょう。なんかタピオカ黒くない。あ、うん、なんか透明だね。透明なの。透明だね。フェリッフェリッシュ。なんかパシャンっていきそうね。シャカシャカするやつ。ひーちゃんも来たよ。食べるこれ。うん、美味しそうじゃない。これがね、なんだっけ、こだわりの手羽から揚げってやつです。あ、ちょうど4個あるからみんなで1個ずつ食べよう。でリミちゃんのがフリフリポテト、のり塩味。すごいね、この1,2,3,4,5 段に重なってるの。シャカシャカしてください。おすごいね。
リミちゃんの好きそうなこととかね。おいしい？うん。翔ちゃんこれ飲んでみる、せっかくだから、うん、このタピオカちゃん、光るタピオカちゃん、うん、携帯の上に乗せないと光んないんだけどね。飲んでみようか、うん、ミルクティーだからちょっと翔ちゃん苦手かな。どう？おいしい？タピオカもちもち？光を当てないとね、普通のね、黒タピオカなんだけどね。黒じゃないよ、透明だよ。あ、透明なんだこれ。黒っぽく見えるけど。あ、そっか、透明か。ゴールドだもんね。ゴールデンタピオカだからね。じゃあ、そうちゃん、これも一個食べてみてください。はい、こちら。かぶついちゃって。いただきます。おいしそうこれ、うん、おいしい。おいしそう。ジューシーだね。結構大きいね。大きいこれ。おいしい。いいね、うん、すごい美味しいこれ、うん、このすごい味がっぽい、ね、多分ポテトの量が少ないのかもね、粉に対して、うん、どうぞリミちゃん、手羽先もどうぞ、うん、ママもちょっとこれ飲んでみます。食べ終わりました。美味しかった？うん、うん、タピオカもちもち、おいしいよね、うん、おいしい。結構大きいねこれね、うん、値段は280円です。まあまあだよね、280円でこの量なら結構量多いと思う、うん、思ってたよりね。かわいい、うん、かわいい。しほちゃんはデザートです。またこれ食べてる？うん、前もこれだった、うん、私は同じものしか食べない。美味しいものはリピートね。サーモンと納豆巻きとこれ。なんかここにちょろっと見えるのは何ですかこれ。最後に食べようと思って。一番好きなものは最後のものね。見せて。ちゃんと確保してあるという。ジャンボトロサーモン大好き。大好きだよね。これと納豆巻きとこれが好きなの、うん、必ず食べる最近ね。これとねすごいねこれ。今日はチョコケーキ珍しくない？チョコ珍しくない？神様が言ってたの。神様が言ってたの？なんてチョコラケーキ、チョコレートケーキにしなさい。本当？それでこれにしたの？珍しいね。ね。なんか入ってる。わさびか。これはパパが食べてたやつでしょ。わさびはこれだよこれ。めっちゃ辛かった。チョコ？チョコチップが入ってた。本当驚くことじゃなくない？これチョコケーキだしさ。チョコチップが入ってる。いつ言われたの？いつ言われたの？さっき。選んでるとき。私は神の声が聞こえたの？すごいね。キュウリ巻きを食べました。当たり出た。当たり。ね、キュウリ巻きうるさいよそこの人。だってチョコチップには入ってないんだよ。キュウリを食べました。普通はチョコチップ。本当これわさびすごい。うん、普通チョコチップ入ってないんだよ。そうなの？入ってないの？それの中に入ってたの？リミのだけ？すごい。本当？普通も入ってるんだよきっと。じゃあ食べて。もういらない。頼んで。頼まない。みんなお腹いっぱいだよ。うん、ね、これ美味しかった。じゃあおかわりする。美味しかった。リミおかわりする。いらないな。
黙々と食べてます、ね、もう後ろの方はチョコチップないんで。ありちゃう。あるの。ありお腹いっぱいで動けない。だって食べた時あっても。パパの顔が怖い。何やってんの。顔っぽりは。グミペア。サンジーラおやつだ。